お疲れ様でした。お疲れ様でした。中野ヘッドコーチに来ていただきました。今日の試合を終えていかがでしたか？まあそうですね。点数見ても勝って、まあ、ゲームの内容を見てもらえば、まあ、全てだと思うんですけど、まあ、力的にも、まあ、一人一人のスキルの能力的にも負けてますし、あのチームとしても、まあ、オフェンス、ディフェンスのユニット、キッキングしても、まあ、全てが向こうの方が上だったなというふうに思ってます。はい。2節は3戦目、ライオンズとの試合になりますが、どのような試合に？まあ、そうですね。もう前のゲームの時も言ったんですけど、うちの選手はまだ若いんで、そのゲーム経験も非常にないというのも一つポイントあるので、今日みたいな試合をして、それで自分たちがどこが足りないのかとか、いろんなことを気が付いてきて、で、経験も重ねて、次の試合に向かって、一戦一戦強くなっていけばいいなと思ってますので、まあ、1戦目、2戦目終わって、今度は3戦目ですから、よりいいゲームができるように仕上げていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。本日タッチダウン決めた小川選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日の試合終えていかがでしたか？はい、まあ、昨年のリーグ1位ということで、もうそれでも絶対勝つぞと強い気持ちで、まあ、関西まで来て、臨んだんですけど、まあ、本当に勝つつもりで、勝つ気でいったものの、まあ、この点差、結果55対7という大差で負けてしまって、まあ、改めて自分たちの弱さを、まあ、実感した試合だなという感じです。はい、オフェンスはどのような雰囲気でしたか？そうですね、まあ、相手は本当に強くて、もう小手先とかではもうどうしようもないっていうのは分かってたんで、まあ、技術的にもフィジカル的にも強い相手に対して、もう自分たちがやりたいことをいかにできるかということをテーマに練習臨んで、試合やったんですけど、やっぱり1対1のところとか、まあ、集まってくる速さとか強さを、まあ、強いなっていうのを試合中も感じてたんですけど、それでもいいプレーはで あった、ランもパスも合わせてあったので、まあ、それをいかに増やしていけるか、こういうダメだったプレーをなくしていけるかっていうことが、分かったというか、実感したので、まあ、課題がいっぱい出た試合だったかなと思います。はい。2戦を終えて、0勝です。厳しい戦いが続いています。次節3戦目、ライオンズとの試合になりますが、どのような試合にしたいでしょうか？はい。まあ、選手もスタッフも、関係の方も、もうディアゼ勝つ姿っていうのを絶対見たい。もういよいよ見せてくれっていうところだと思いますので、まあ、ライオンズは春は戦って勝つことができましたけど、また、新戦力も入ったということで、間違いなく力強くなってきているので、もう一度、今回出た課題を練習、あと2週間で、しっかり、潰して強くなって、ライオンズには絶対勝って、クスマスの1勝目。絶対にここで上げないといけないと思いますので、2週間準備していきたいと思います。はい、じゃあ次節オフェンスの見どころポイントを教えてください。はい、オフェンスの見どころ、いやでも僕は個人的にはランニングバック陣に期待してて、若手の、河村選手とか、仙台選手とか勢いある若手がキャリーしているので、彼らにもっと力強くで、結果としても長い距離走ってほしいなと。彼すごいいいものを持ってて、もうそれがいかにフィールド出せるかだけだと思うので、次の試合で彼らがこう殻を破って、X1 で活躍できる選手だということを証明してほしいなと思います。パスももちろん頑張ります。はい。では、次の試合は10月10日月曜日、10時半から、はい、富士通スタジアムで、オール三菱ライオンズとの試合ですので、ぜひそちらの応援もよろしくお願いします。本日はありがとうございました。お願いします。お願いします。